オレクサンドル・オレクサンドロビチ・カラバイフは、ウクライナ・ヘルソン出身のサッカー選手。ウクライナ代表、FC ディナモ・キエフ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元へ、ルゾンでサッカーを始め、13歳で、シャフタールドネツクのアカデミーに入団。アカデミー卒業後、ニ部リーグのリザーブチームチームで、プレーし、2011年初頭から、トップチームの試合に出場するようになった。 2011から12シーズン序盤は20試合で12ゴールを決め、得点ランキングをリードした。この活躍から、ウクライナのユース代表のコーチ、そして他のクラブの注目を集めた。2012年の冬、FC セバストポリに移籍し、すぐにチームの重要な選手となった。2014年、レンタルで FC ゾリアルファンシクに加入。2017年1月、 トルコのフェネルバフチェース K に移籍。2019年6月27日、FC ディナモキエフに移籍することが発表された。契約期間は4年間で、背番号は20番。各世代で、ウクライナ代表に選ばれている。2015年9月29日、UEFA ユーロ2016予選、マケドニア代表選と、スペイン代表選に臨むメンバーに選ばれた。 マケドニア代表戦で86分にアンドリー・アルモレンコと交代し代表初キャップ。ありがとうございます。